皆さんこんにちは。なんでかんでミッセの時間です。1週間が始まりましたね。このタイミングが結構憂鬱な方も多いんじゃないでしょうか。そんな気持ちを、一瞬で吹き飛ばしてくれる嬉しいニュースが入ってきました。サッカー明治安田生命 J3 の福島ユナイテッドが昨日 SC 相模原を破り再び首位となりました。いや、県内の選手が、ね、こんな風に活躍してるっていうのを聞くと、コロナで憂鬱だった気分だったり、ね、週始まりだったり憂鬱な気分を吹き飛ばしてくれますよね。いや、私たちも今日一日頑張っていきましょう。それでは今日のコーナーです。月曜日は食彩ゆらく。今回はわっぱ飯を味わえる磐梯町の高膳を紹介します。それではわっぱ飯いただきます。さてと、わっぱ飯できたということなんで持ってきていただきましょう。よろしくお願いします。はい、わっぱっぱーわっぱっぱー、ちょっと出てきたオックスさん、どうもどうもありがとうございます。これがわっぱ飯、ありがとうございます。これでセットなんですね。そうですね。そしてこちらがメインのしらすのわっぱ飯、どうだ、わーすごい美味しそう。またしらすいっぱい入ってますね。このやっぱり出来たてのこの湯気がもう食欲そそりますね。いいですか、いっちゃって。はい、どうぞ。失礼します。美味しそう。まいい表情。すごい、このなんか味わいがすごいですね。そうですね。またこのしらすとごま相性いいですね。この緑色のは大葉乾燥させたり、これも乾燥した大葉だからちょっと香りも強くはなくて、はい、少しアクセントになってる感じ、これはもう伝統のプロの技って感じですね。わっぱ飯っていうのは蒸してる、ふかしてるんですよね。はい、これっていうのはそのご飯は生米からやるんですか。ご飯は普通には炊くんですね。はい、それからの工程がやっぱりわっぱ飯ならではの工程になってくると思う。わっぱに入れてればわっぱ飯ってわけじゃないんですね。そうですね。何か違うんですか。まあ、いろんな考え方あるんでしょうから、地方によっていろいろあるかと思いますよね。はい、高膳さんだと、まあ、あの炊き上がって1週間経つとやっぱりうちのわっぱ飯かなっていう感じはしますけどね。炊き上がって1週間経つ。そうなんです。どういうことですか。1週間前のご飯ってことですか。そうなんです、ね。戻ってくるんですね。一回乾燥したやつがこう蒸気で戻ってくるっていうことです。炊きたてのご飯とお米の味わいがちょっともちもち感が出てくると思うんです。ですから素材しかない。そうですね。なんか一つ味わいの表現でいうと素朴な味という感じもするんですけれども、そこにただの素朴じゃないうまさっていうのがめちゃめちゃありますね。1週間後に食べる人のことを考えて準備してるってことなんですね。まあそういうことになります。すごい。さあ、そしてセットに食べるのがこの小ずゆね。小ずゆに出会うと会津って感じが強いですね。小ずゆ食べるといつでも晴れの日な気分。だし効いてる。またここのお店ちょっと独特、きくらげ食感がいい。小ずゆもお家ごとに味が違うんだな。美味しいです。さあ、そしてもう一つ、うちの女性スタッフの西村さんのリクエストで、はい、奥様ありがとうございます。これがまたちょっと珍しいわっぱ飯。はい、ズドンと明太子。確かに珍しい明太子ですね。そうなんです。そしてこの下に敷いてあるのはタケノコですか。そうなんです。明太子を崩しながらタケノコと合わせてとまかないで作って美味しいからメニューになったという。それではタケノコと一緒にいただきます。美味しそう。どう、また明太子はちょっとピリッとアクセント効いてて、はい、これも食進みますね。ありがとうございます。ちょっとタケノコの食感があるからまた食べ応えも満点ですね。そうなんですね。何ですかこれ。何だろう。次はカレーでございます。角煮のカレーでございます。うわー、すごい。ちょっとみんな見てちょうだい、これ綺麗ですね。本当だ。
もう見た目で楽しいってまずお料理の一番ですよね、うん、そうですね。カレーが薬膳カレーと、二十数種類のスパイスが入ってますね、あ確かにこの辛いですね、はい、結構ピリッとしますね、一般的なスパイスカレーとはやっぱちょっと違いますね。あのホール状のスパイスを大量に使ってますんで、この上の粒々全部スパイス、このこういったタイプのカレー初めて食べました。あ、皆さんそうおっしゃるんです。溶け込んでるスパイスと違って噛んだ場所によって香り違いますね。そうなんですよ、作った日一から時間が経つと味がどんどん変わってきますから。これは4日ほど経ちますから、ね、来る日によってちょっと違ったりするんですね、はい、あのワインじゃないですけど出来たてっていうのはやっぱりあの元気でいろんな味がこうあるんですけど、品質が経ってくること経ってくるほど、うん、ちょっと熟成してくる、スパイスが熟成してくるって感じがあります。ちなみにこの大きなのが確認になりますけど、柔らかいよ、ほらこのプルプル感、全部で3日ほどかかります、ね、まあ作り方がちょっと変わってるんですけど、うん、いやしかしね、やっぱ磐梯町だからこのご飯も磐梯さんのイメージってことですよね。まあそうですね、はい、多分違った合わせていただきました。いやしかしもうね、観光シーズンもちょうどいい時期になると思いますので、お客様も増えるといいですね。そうですね、これからいい季節になりますから、お客様来ていただきたいですよね。ぜひともこのカレーにハマってもらいたいと思います。ということで今回も完食万歳ありがとうございました。はい、わっぱ飯で食べたことがないのでちょっと食べてみたいなと思いました。特にね、福岡出身なので、あの明太子が気になりました。こちらの高膳ではゴールデンウィークは休まず営業しているということで、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ここまで食彩楽でした。